らもまだまだ、ね、僕77って言ってもなんかそれ実感ないんですけどもね、はい、うちのメンバーはもう僕の子供孫みたいなもんですけども、ね、このメンバーを引き連れてやっております。あのスケジュールかなんかあったら告知しなさい。あるかスケジュール、自分のスケジュール、ビートルズ以外のないね、はい、あります。あるの、あるよ、ね、言いなさい。います。あと7月6日に6日土曜日に大塚ハーツネクストというところで自分の企画ライブをやります。お、あと18時半からなので、もしよかったら来てください。よろしくお願いします。おじさん行く？頼むよ、ね、応援してみてね。10人ぐらい引き連れてね、お願いします。そうですね、はい、お友達多いんだもんね、多分ね。よろしくお願いします。他いいのね、テキは前はあるでしょ、いろいろ。いや、いろいろあるんですけどね、うん、もうね、覚えてないんで。あ、そっか。僕はフェイスブックやってますので、そちらの方で、ね、忙しいんで、ね、うん。前は明日なんですけど、新宿メリーゴーランドっていうところで6時過ぎからボーカルの人とユニットで洋楽の曲とかを演奏するので、いつ？明日です。明日がいいな、はい、1500円でドリンク込みで入れるので、ぜひ宇宙より安いじゃん、はい、あと Twitter とか Facebook やってる、頑張ってな、はい、はい、はい、ありがとうございます、はい、そういうことです。じゃあ、はい、曲の続きましょう。ちょっとね、ひろみがかなり桃井さんの曲「横須賀ストーリー」とかね、ロックンロールウィードをやってハードな曲が続きましたので、一曲彼女にね、桃井さんの曲でしっとり聴いてください。コスモス、おI'm not afraid to die.
ございました。そろそろね、ステージの最後の曲になってきました。最後は、平田孝夫先生さんで、平田先生も亡くなってもう8年になりますけれども、オリジナル曲を1曲お届けして今日のステージはお別れです。昭和46年ミリオンセラーになりました悪魔が憎い、それから昭和47年8年武蔵野進太郎さん、この2曲を続けて最後にお届けします。Thank you.
しは死んだのさ。私の人差しは死んだのさ。やばいのが打ち切る。八の武蔵は死んだのさ、2曲オリジナル曲を聴いていただきました。最後まで、リードルの演奏を聴いていただきまして本当にありがとうございます。また、リードルのスケジュールとしては、毎月